発行から68年、プロからアマチュアまで九州のスポーツを網羅してきた西日本スポーツが昨日を最後に新聞発行を休刊し、デジタル版に移行した。まあ、やり遂げたという思いは強いんですけれども、寂しいこともありますけれども、また次にですね、つながる一日だとは思います。ホークスといえば西スポ、西スポといえばホークス。王監督笑顔が出ています。王監督笑顔。4球目投げた、スイングアウト、三振。福岡ダイエーホークス球団創立11年目、悲願の初優勝。マウンド上に歓喜の輪、マウンド上に歓喜の輪です。最後の紙面はホークス優勝の記録や往年の選手たちへのインタビュー、そして王貞治さんへの取材記事がメインだった。西スポはチームのお役に立てましたか？絶対に役に立ってますよ。最初のうちはあまりいいことを書いてくれなかったけど、そういうことがあったからこっちも発奮したよね。デジタルへ移行しても記事を作る情熱と福岡への思いは変わらない。この後、西日本スポーツが支えた福岡のスポーツ界を渾身の一面で振り返る。ホークス情報はもちろん、九州福岡のアマチュアスポーツも支え続けた西日本スポーツ、数々のドラマが生まれました。1968年10月22日、西スポの一面は「よくぞやった君原」の見出しでした。1960年代、日本の男子マラソン黄金期に活躍し、東京、メキシコ、ミュンヘンとオリンピック3大会で日の丸を背負った君原健二さんです。メキシコオリンピックのいただいた銀メダルです。北九州市出身、高校卒業後に八幡製鉄陸上部にスカウトされた君原さん、デビュー戦は1962年の朝日国際マラソン、現在の福岡国際マラソンでした。外銀選手を尻目に3番目に見えた選手を見て、沿道の観衆から季節して大歓声が沸き起こった。君原だったからである。初マラソンで見事3位に入賞した君原さん、その活躍が評価され、翌年の第8回西日本スポーツ賞を受賞。実はこの時の西スポの紙面が君原さんの人生の大きな転機となったのです。西日本スポーツ賞という賞をいただくことになりまして、その賞、受賞者の紹介が新聞に出ていて、その中に私の住所が載っていたんだそうです。その君原さんの住所にファンレターを送った人がいました。それが生涯の伴侶となる妻和子さんです。二人の文通が始まって間もなく東京オリンピックを迎えました。しかし一面を飾ったのは君原さんではなく、同学年のライバル円谷幸吉さんでした。もう円谷さんはもう英雄ですからね、うん、もうもてはやされて、うん、あちこち引っ張りだこで、うん、それを見てやっぱり妬みました、うん、羨ましかったですね、うん、
メダル最有力だった君原さんの順位は8位。東京を最後に一度はマラソンをやめることを決意しました。実は2年間ボツをしていたんですけども、一度も会ったことない。その彼女に、オリンピック終わって半年後に初めて彼女に会って、それから1年後に私は結婚できたんです。1966年3月結婚を機に君原さんは再び走り始めました。その翌月の西スポ紙面、ボストンマラソン1着でゴールインする君原。結婚してだらしなくなったと言われたくない、そんな気持ちが生んだ国際大会初優勝でした。西スポは知らせを受けた和子さんのとても嬉しそうな写真を載せました。2年後にはメキシコオリンピックで銀メダル。記事には前夜から和子夫人はまんじりともせず、午前6時のスタート前にはラジオのスイッチを入れて太平洋を越えて流れる実況にかじりつくように聞き入った。西スポの紙面がきっかけとなった妻和子さんとの出会い。銀メダルの裏にはそんな知られざるエピソードがありました。1992年8月4日小さな体でっかい銀涼子。バルセロナオリンピック銀メダリスト田村涼子さんがまだ有名になる前にいち早く取材をしていたのが、キューブのコメンテーターを務めていた安江田慎吾さんでした。こちらが田村涼子さん特集記事の第1号。中学3年生の無名選手を取り上げた安江田さん渾身の記事です。25歳だと思いますね。当時まだこんなじゃなかったんですけど、どの女の子がその田村さんなのか全くわからないぐらいにちっちゃい、座ってると目立たない子でしたよね。でも実際に、その柔道の動きをし始めると明らかに一人違うというね、そんな感じの印象でした。その記事は、え、この子がと聞き返してしまいそうなほど、田村涼子は普通のお茶目な女の子に見えた。やっぱ柔道が好きなんですけど、学校とか行ったらみんなアイドルの話とかしてるので、その話に溶け込めないっていうか。一躍脚光を浴びたのは安江田さんの第1号記事からわずか半年後の福岡国際女子柔道。小さな体で並み居る強豪を次々に投げ飛ばし、15歳で世界一に上り詰めたのです。当然翌日の西スポでは大きな扱いに。記事を書いたのは安江田さんではなく、ベテランの先輩記者でした。その先輩に、息子さんがいらっしゃって、息子さんがその連載漫画を読んでたと。ちょうどね、主人公が小柄な女の子で、ちょっとかぶるところあるよねということで、それが彼女がやわらちゃんというニックネームがついた最初なんですよね。その先輩記者というのが現在74歳の鴨伊勢夫さんです。うんと、もうびっくりするようなスピードだったね。僕なるやん、漫画みたいなんだ。だっていっぱい書いてる、やわらやわらって。鴨さんが書いた記事がこちら。テレビのアニメ「
劇画で人気を集めているやわらちゃんの世界が目の前で繰り広げられている。しかしみんながやわらやわらっていうのもな、思いもしないしね、うん、こっちはピンチヒッターでたまたま子供の漫画、漫画の世界をピッとひらめいただけがしてやわらちゃんの名付け親とも言うべき鴨さんが紙面としての役割を終えた西スポに今思うこととは。紙で見れないというのはやっぱちょっとなんとなく、まあ、ピンとこないな、うん、明日から明日からも来ないんだよな、出会って読むとや明日になったら寂しさが分かるやろないってそうよ、多分な、日曜日に回っても実質は別物やもんな、やっぱな、俺ら、俺にとって特に、ね、にっこりとして川崎さんの話を聞いてましたけれど、はい、そう、小鉄さん自身が一番記憶に残ってるっていうのは何ですか。そうですね、今あのネリンの記事もデビュー当時から非常に取材させてもらって書かせていただきましたけど、僕あの2020年まで在籍、20年以上在籍させていただいてたくさん書いてきました。僕はちょっとこちらの記事が僕の中ではすごく印象に残っています。ちょうど20年前、2003年の11月4日付ですけれども、まあ、拓郎さんもこの時代現場にいらっしゃったと思いますけども、はい、あの今国母って文字の下に写ってらっしゃる記者の人が小鉄さんなんですけれどね。そうですね、はい、本当ですね、はい、僕のことはどうでもいいんですがこれかなり強くこう球団を批判した記事だったというのは、はい、身内の中でいてもここまで書いていいのかっていうぐらい衝撃的でした。そうですね、はい、あのまあ、今若いファンの方あまりご存じないかもしれませんけど、当時大英のもう本当に最後の頃でもうまさにフロント暴走で小久保選手が当時、バリバリの主砲で怪我した、その年のオープン戦で、うん、はい、西武戦で怪我をして、はい、膝を痛めて、はい、このシーズン休んだ、はい、いよいよ来シーズンから復活するぞっていう時ですもんね。で、あの時に巨人への無償トレードっていうことでもう事件だということで、これはもう普通に書いてもしょうがないということで、あの先ほど VTR 出てきた安江田さんがもう、おととし亡くなりましたけども、が下の方で解説で僕は記事を書かせていただいたんですが、これはもうこういうのきちんと伝えないといけない、事件性事件だということで、どうやって伝えようかということで見出しも考えてやった記憶がありますね。池田さんね、はい、結局この動きが球界再編になり選手会のストライキ、そして大英からソフトバンクへと大きく動いていたんですもんね。まあまあ大きな事件であり大きな、ね、うん、あの報道でしたけど、まあ、僕自身はやっぱりさっき宗が言ってたように、野球選手としていかに一面に乗らせてもらうかっていうので乗った時に、あ、九州のホークスの一員になれたなっていう思いがあったんですが、体に染みついてるという部分では今日の朝のですね、外に新聞取りってんですよ。で、一回行ってなくて戻ってあれ、なんかあったかなと思ってもう一回行ったんですけど、戻った時に、あ、今日からないんだと、なんかすごい寂しくなった記憶があって、うん、今日の朝からちょっと僕は落ち込んでたんですが、うん、こんな特集があったんでちょっと元気になりました。ちょっと後で小鉄さんに個人的な一面を作ってもらいましょう。まあ、あの地元紙としてね、しっかり寄り添いながらもこうやって書くべきことはきちんと書くという姿勢でやってきましたし、今いる記者の皆さんもそうだと思うんで、これからあの形は変わってもそういう精神できっとつないでいってくれるんじゃないかなと期待しております、はい、今形が変わるというお話がありましたが、西日本スポーツの紙面は終了しましたが、今後西スポウェブオットとして完全デジタル化します。試合の興奮をリアルタイムで伝える高番裏トークや独自のエピソード、そして特ダネを発信するほか、筑後の若鷹情報もお届けします。野球観戦とともに、ね、楽しむことができるということで、詳しくは西スポオットとして検索してください。